した新バイロンアップデートっていうものをですね、順次入れてます。でこれの新しい、ものの説明ですかね。はい、あ、トゥルースオブバイロン全体の内容ですね、すいません、全体の内容を井上喜久子さんから、ご紹介いただきま す、 そうです、ね、先日6月24日にエピソード1魔人の遺産が実装され、はい、次のは、今後ですね、うん、間もなく時計との秘密という、はい、エピソード2が実装されます、はい、その紹介をぜひ井上さんにお願いします、はいはい、じゃあ次のページからよろしくお願いします。それでは6月より実装が始まった新バイロンアップデート、トゥルースオブバイロンの内容を紹介させていただきます。まずは先日アップデートされたエピソード1魔人の遺産からご紹介します。すでにプレイされている方もぜひおさらいとしてお付き合いください。物語の舞台はバイロン島。バイロン島では魔人モントロの死により平穏な日々が続いていました。しかし水面下では武神プリッツ率いるビオラケアによる活動が本格化、円卓会議が招集されていました。そんな中ルシフェル城にはベスパニョーラ女王の勅命によりたった一人護衛騎士を連れ謎の女性が訪れます。コードネームエルとされる彼女の一切の情報は女王の命令により機密。新たなルシフェル城の城主となった彼女の正体を探るため開拓家紋はルシフェル城に向かうところから物語は始まります。エピソード1魔人の遺産では新キャラクターリン・ヘルベルトが登場。キャラクターボイスは角間愛さんが務めます。新フィールド忘却の石鹸ホール。二度と抜け出すことのできない魔人モントロの罠が開拓家紋を待ち受けます。忘却の石鹸ホールでは己の願望に溺れたフィールドボステセラ・ファレルが登場。新バイロンアップデートでは新武器シリーズベルニエシリーズが登場。モンスターダメージ、プレイヤーキャラクターへのダメージという2種類のレアオプションを持つ最高級の武器となっています。それでは間もなくアップデートを迎えるエピソード2時計塔の秘密をご紹介します。エピソード2時計塔の秘密では新フィールドとして真の時計塔の姿が明らかになります。古代の文明とされていたバイロンの時計塔に隠された秘密とは一体何なのでしょうか。またエピソード2では新キャラクターエビル・マキナが登場。キャラクターボイスは久保ゆりかさんが演じます。時計塔と深く関わる少年の正体は、ぜひ皆さんの目で確かめてください。エピソード2では新たなレイドボスが登場します。殺戮の機械人形は時計塔への侵入者を逃すことはありません。新ミッション時計塔地下が新たに実装されます。時計塔地下は何層も重ねた構造となっており、1キャラクターで12人まで参加できるミッションコンテンツです。時計塔の真の姿、謎に包まれた最下層に待つものとは。そして日本オリジナルキャラクターサリエルがいよいよ登場します。サリエルは日本オリジナルキャラクターとしては初の編入クエスト化も決定。クエストおよびキャラクターの実装は8月中を予定しています。そして本イベント告知などで登場していた謎のキャラクター、実はサリエルのアナザーバージョンだったんです。ダークな雰囲気をまとったサリエルアナザーバージョンは現在開発を進行中です。こちらも登場をお楽しみに。
新バイロンアップデートでは他にもまだまだ多数のキャラクターやスタンスの実装が予定されています。以上で新バイロンアップデートエピソード2、時計塔の秘密の紹介を終わります。9周年アップデート、新バイロンアップデートなどまだまだ広がっていくグラナドエスパダの世界、これからのアップデートにもご期待ください。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、新キャラもろもろ含めてですね、うん、発表させていただきました、うん、結構オリジナルキャラクターのところはざわざわ。そうですね、日本オリジナルキャラクターって数多かったんですけど、イベントですとかそういった入手経路とかもあったりしたんですけど、はいはい、もう本当から本当に NPC として編入クエストが実装されるっていうのが、はい、ちゃんと編入クエストが実装されて、はい、今後ずっといるキャラクターとして実装されるっていうのは初になりますね、はい、じゃあ期間限定とかではなくもうグラナドのキャラとして登場するってことですね。そうですね、これから先いつ始められる方でも、はいはい、実装プレイできるようにっていうところと、あとはやっぱデザインのところがですね、開発元とかすごく気に入ってですね、はい、ぜひアナザーバージョンを作りたいというところを含めて、はいはい、今回のアナザーバージョンの2キャラはちょっとこっちもびっくりしましたけどね。そうですね、はいはい、アナザーバージョン作ってると思ってなかったんで、はい、俺出てきた時、嬉しい悲鳴といいますか、そのIMC バージョンというか開発が作ったバージョンもデザイナーの方が手掛けたんですね。はい、実装させていただきますということです。はい、はい、で以上で